キャラクターを絵画として成立させるっていうのは僕の一つ目標なんですよね。で、名前までつけちゃってるってなかなかないですよ。日本の独自の文化、その現代と古典を融合させる。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は画家清水賢治。1971年日本に生まれた彼が受けた社会的影響、そんな中から生まれた一羽の鳥。ブリキの鳥なんですね。で、描いてるうちにだんだんそれがキャラクター化していきまして、その鳥が、そして、キャラ化してくると名前つけたくなるんですね、やっぱり。で、ちょっとブリキだし鳥だし、ブリドリーで、ドーリーっていうのは人形っていう意味を、かけてるんですけど、まあ、愛着が出てきまして、例えばアヒルになったりヒヨカになったりするんですけど、そんなのも全部総称でブリドリーと呼んでいます。だが、ブリドリーが生まれたのも清水の中では必然だった。やっぱり、まあ、あの世代僕らの世代っていうのは、まあ、ずっとアニメを見てきて漫画を読んできて育ってまして、で美術が好きで美術でやりましたけど、まあ、我々のその生きてきた時代、漫画アニメで育った僕らがその表現する絵画は、そんなのもありだと思うんですよね。割と悪い言葉で漫画的だねとか、なんかイラストっぽいねとかって言いますけど、まあ、あの北斎も日本初の漫画家って言われてまして、それをだから絵画じゃないっていう、まあ、否定はちょっと違うのかなって。全然、ただやっぱり認識として漫画となんか絵画美術は違うっていうのがまだあると思うんですよね。ある人にはあると思うんで、そういうのはなくしていきたいなというか、思ってまして、だからそのキャラクターっていうものを絵画の中でちゃんと成立させたい。会社にもありますし、まあ、何々区とか何々市とか何々県とか、どこにもキャラクターがあって、いろんな単位でキャラクターっていますよね。総数は分からないですけど、だからその特徴だと思うんですよね、やっぱ日本の、日本が生んだキャラクター文化、それを絵画の領域まで。そんな清水賢治のブレイク前夜。日本のデザイン、キャラクターもデザインですけど、その日本のデザイン、古来のデザインと現代のデザインを融合させるっていうのは、一つこの僕の中の、この絵画の目標でもありますね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家井原真嗣のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。